サーラ・プンティガムは、オーストリア・シュタヤー・マルク州出身の同国女子、A 代表女子サッカー選手。フランス D1 フェミナン1部、モンペリエ HSC 所属。メインのポジションはミッドフィルダーだが、ここ数年間は、ディフェンダーとしてプレーすることが増えてきている。7歳でサッカーを、地元クラブで始め、若干15歳で当時オーストリア、女子ブンデスリーガに属していた。 DFC ラブ・グラーツに移籍した。17歳でドイツ女子ブンデスリーガに属する FC バイエルン・ミュンヘンに移籍した。当初はセカンドチームでプレーし2010年にトップチームでのデビューを果たした。2013年2月1日にスイス一部に属する SC ・クリエンスに移籍。 2014年から2018年までは、ドイツ女子ブンデスリーが一部に属する SC、フライブルクでプレー。2018年夏に、フランスリー1フェミナン一部に所属する、モンペリ HSC に移籍した。2007年からオーストリア U19 代表チームでプレーし、2009年以降は、オーストリア女子 A 代表に招集されている。 代表デビューは、アルガルベカップ2009でのウェールズ女子 A 代表戦。代表初得点は、アルガルベカップ2010でのフェロー初登場し、A 代表戦にて記録した。2015年から2016年にかけて行われた、UEFA 欧州女子選手権2017に向けての欧州予選を突破し、本大会出場を決めた。2017年7月16日から8月6日に、 かけて、オランダで開催された UEFA 欧州女子選手権2017では、全試合にフル出場し3位という好結果を残した。2020年3月6日に A 代表ギャップ100試合目を記録した。ありがとうございます。